名鉄850系電車。名鉄850系電車。名鉄850系電車は、名古屋鉄道、名鉄が、主に優等列車運用に供する目的で1937年、昭和12年に導入した電車である。名鉄に在籍する吊り掛け駆動車各形式のうち、間接自動診断制御機を搭載する、AL 車に属する。 同時期に申請された3400系、流線と共に前頭部を流線形状とした外観を特徴とする。3400系が旧愛知電気鉄道由来の各路線、通称、東部専用の流線形車両であったのに対して、850系は救命機鉄道由来の各路線、通称、西部専用の流線形車両として導入され、 全面左右窓上から側面にかけての幕板部に3本、施された白色の飾り帯を、ナマズのヒゲに見立てた、ナマズ愛称で故障された。以下、本校においては850系電車を、本系列と記述し、また、編成単位の説明に際しては、制御電動車も850系の車両番号を持って、編成故障とする、例、も851区2351の、 編成であれば、851編成。愛知電気鉄道、愛電と、名機鉄道、名機の対等合併によって成立した原、名古屋鉄道、名鉄における、合併後初の新型車両として、1937年、昭和12年3月に制御電動車も850、型と制御車、区350型によって蘇生される2両編成2本、計4両が落成した。 製造当時は、国鉄 EF55 系電気機関車、国鉄52系電車、国鉄機波43000系機動車などに代表される全面形状を流線型とした車両設計が流行していたことから、本系列も3400系とともに、それを取り入れる形で設計され、名記由来の西部線へ導入された。ただし、車体、 主要機器とも完全新規設計された三千四百系に対して本系列は明記より継承されたデボ八百系、後の初代も八百系の設計を踏襲しつつ、全面形状を流線型に設計変更した車両であった点が異なる。導入当初はデボ八百型と同様に西武線の幹線系統、明記線、犬山線における優等列車運用に充当されたが、 太平洋戦争激下による戦時輸送体制への転換に伴って、車内座席をロングシート仕様に、目、以降は、他のエ l ル車各形式とともに、主に一般列車運用に充当された。その後は、大きな改造を施行されることなく運用され、1979年、昭和54年に1編成が廃車となり、残る1編成は1988年。 昭和63年まで運用された。現、名古屋鉄道、名鉄は、神宮前を拠点駅として、名古屋伊東に多くの路線を保有していた愛知電気鉄道、愛電と押切町を拠点駅として、津島、岐阜、犬山方面路線を伸ばしていた名機鉄道、木が1935年、昭和10年8月に合併して成立した事業者で、ある。同時期には、 名古屋市において反対平洋平和博覧会が1937年、昭和12年3月に開催されることが決定し、多くの来場者によって大幅な利用者像が見込まれたことから、名鉄は、東武線、西武線の両路線区について、車両増備による輸送力増強を計画した。合併当初は、西武線、押切町と東武線神宮前の間は、線路がつながっておらず、 また、河川電圧も、旧アイ電由来の東部線が直流線5 0 0 v であったのに対して、旧名機由来の西部線は直流 600V と異なっており、合併後も列車の運行及び車両の管理については、旧名機由来の部署と旧アイ電由来の部署という別組織によって行われている状況であった。そのため、アイ電由来の東部線向けの申請車両については、 旧愛電出身の設計人が、名機由来の西部線向けの申請車両については、旧名機出身の設計人がそれぞれ開発を担当した。このうち西部線向けの申請車両については、東部線向けの申請車両すなわち3400系とは異なり、当初は流線系の新型車両ではなく、旧名機鉄道当時に申請されたデボ800系の増備車として計画され、 1936年、昭和11年6月作成の決裁書、車両製作の兼務課外においては、デボ800型と並結して運用する制御車6両を導入する旨が示されている。しかし、東部線向けに計画された3400系が、当時の車両設計の流行に則って前頭部を流線形状とした流線形車両として設計されたことを受け、 対抗上西部線向けの申請車両についても、流線系車両をするよう急遽計画が変更された。同年6月25日付でデボ800系の設計を踏襲しつつ全頭部を流線形状とした図面組、組 -2 波 -4019 が製造発注先である日本車両製造本店において作成され、西部線向けの申請車両6両中4両を、 流線系車両とすることとした。さらに、同年8月には、流線系、車両4両中2両を制御電動車に、設計変更し、決済された予算が、制御車6両分であったことから、伝送品を、デボレー,レー系2両より転用して充当することも、合わせて決定した。そして同年9月には、前期6両の内訳を、流線系車体の制御電動車も850系2両を、 も851も852も850型と同型の流線系車体の制御車、国三3 5 0系2両、国1351、国1352、および、デボ800系の制御車、国1300系、初代2両とする旨、導入計画が修正された。以上の経緯により、本系列も百五十系、国三百五十系四両は、 前日の通りでボ800型を設計の基本としつつ、前頭部を流線形状へ改めた車両として製造された。前頭部のデザインについても日本車両製造が1935年、昭和10年に南満州鉄道、満鉄向けに設計、製造した流線形車体の電気式機動車、自定1系機動車に班を取った類型的なものとされ、 車体外観及び主要機器の使用とも完全、新規設計によって製造された3400系とは、設計思想が根本から異なっていた。また、本系列及び3400系の設計、製造を担当した日本車両製造本店作成の図面においては、3400系の図面名称が、反抗性流線型ボギー電車であるのに対して、本系列は、反抗性四輪。 ボギー電車と流線形の文言が用いられていない。さらに両系列落成後の名鉄車内においても、営業報告書や内部書類などにて3400系が、流線形、流線形車両などと、特されているのに対して、本系列をそのように扱ったものはほとんど存在せず、当時の車内外における、両系列の扱いには少なからず、温度差があったものと指摘される。なお、 本系列の竣工は1937年、昭和12年3月3日付で、同年3月16日付で竣工した3400系より2週間ほど先行した。このことを指して、本系列を設計した旧明期出身の設計人の3400系を設計した旧愛伝出身の設計人に対する意地が感じられるとも評される。前頭部を流線形状とした。 車体長 17,680mm、車体幅 2,700mm の半高性車体を備える。構え体はデボ800型と同じく溶接工法とリベット組み立て工法を併用して製造され、車体裾部及び窓上下に設置された補強体、ウィンドウシルヘッダーなど各部にリベットが存在する。屋根部は張り上げ屋根構造の3,400系とは異なり、 デボ800系同様の普通屋根構造を採用、各客用扉の上部にのみ水切りを設置する。流線系の前頭部は、側面の乗務員扉開口部外方から前端部にかけて、前後方向に滑らかな繁栄を描き、大枠下端部から幕板部にかけて、後体角を設けている。後体角は、各部で単一であり、3400系のように、 縦方向の曲線を設けた三次、元曲線形状とはなっていない。前面には平面ガラスによる3枚の窓が設置され、いずれも開閉可能な構造となっている。また、前頭部の屋根が、幕板タブのウィンドウヘッダー直上まで半円形状に垂れ下がったデザインとされた点が特徴であるが、この外観デザインは前述した、満鉄時手 1K、ひいては1931年。 昭和6年にアメリカブリル社が製造した流線型車体の高速列車、ブリルバレットカー、弾丸列車をルーツとするもの指摘される。前小棟は白熱等式のものを一棟、前面や昆布中央に埋め込み型のケースを介して設置し、また、後部標識等は前面向かって、左下の腰板下部に一棟を設置した。その他の設計については、 片側2箇所設けられた 1210mm 幅の片開け客用扉、740mm 幅の側窓、80mm 幅の窓間柱など、主要寸法は基本的にデボ800系の設計を踏襲した。ただし、本系列は前頭部を流線形状とした都合上、大写真皿中心からつま面までの寸法、オーバーハングはデボ800型が、 前後とも 2750mm で統一されているのに対して本系列は連結面側が 2750mm 先頭側は 2930mm と異なる前後非対称構造となっている。また、後部より客用扉から連結面にかけての側窓を同時期に申請されたデボ800系の制御車区2300系初代の3枚に対して2枚と変更し、 さらに客用扉及び、戸袋窓周りの吹き寄せ柱寸法を縮小するなどして、車体長を大きく変更することなく、流線型形状を成立させるための工夫がなされている。側窓を含むすべての開閉可能窓は、上段固定、下段上昇式の二段窓とし、また客用扉の下部には、内蔵型の上行用ステップが設置され、客用扉下端部が、 車体裾部まで引き下げられている。側面窓配置は D2D181D2D 乗務員扉 D 客用扉各数値は側窓の枚数でも850系、9350型とも同一である。車体塗装はデボ800型と同様にマルーン1色塗りとし、前述の通り全面左右窓上から側面にかけての幕板部に 白色の飾り帯塗装が3本施された。屋根上には、ガーランド型ベンチレーター、通風機を1両あたり8機、屋根部左右に4機ずつ2列配置する。車内はデボ800型と同じく、側窓8枚分に相当する箇所に左右計10脚の固定クロスシート、ボックスシートを設け、その他の座席をロングシートとした、セミクロスシート仕様とした。 車内照明は白熱灯式で1両あたり6個設置した。前日の通り、本系列は申請に際してデボ8 0 0八8 0 2 8 0 3いずれも初代より電装品を流用して竣工した。したがって、主要機器の使用及び走行性能はデボ800型と同一である。主電動機は東洋電気製造 t d k 二十八。 5回直流直巻電動機、端子電圧 600V 時定格出力 90kW、同定格回転数 950rpm を、歯車比3.21にても850型へ1行、当たり4機搭載。主制御機は、東洋電気製造 ES-509、A 電動化無軸式関節自動診断制御機を、同じくも850型へ搭載した。 台車はも 850K、千2 3 5 0系とも申請され、日本車両製造製の傾向組み立て形釣り合い、両式台車の D16 を装着する。同時期に落成した3 4 0 0系とは異なり、軸受けは平ら軸受け、プレーンベアリングしようとされ、固定軸間距離も3 4 0 0系の装着する D16 台車が 2300mm であるのに、対して、 本系列の装着する D16 台車は他形式と同様に 2200mm である。常用制動装置はデボ800型と同じく、ゼネラルエレクトリック車の原設計に基づいて、芝浦製作所、原、東芝が製造した J3 同弁を用いる AVR 制御鑑式自動空気ブレーキを採用した。連結は、前後、つまめんとも従来車と同様に、 芝田式並形自動連結機を装着、また終電装置は、東洋電気製造 PT-7、両系パンタグラフを採用、も850系、区2350系のそれぞれ屋根上がり先頭よりに1両、あたり1機の下。なお、本系列も落成当初は3400系と、同様に、前頭部には連結機及び、非常ブレーキ管のみを装着し、 他編成との総括制御用のジャンパ線などは省略され、他編成との並結運転は考慮しない構造が採用された。導入後はもう800系、初代、デボ800型より、解消と併用される形で、明記線、現、名古屋本線の一部の特急、急行運用を中心に運用された。なお、本系列はも800系同様に運用が、 押切町発着列車に限定され、押切町柳橋間の名古屋資源との併用区間には入線しなかった。その後、名鉄は、西武線の輸送力増強及び電動車不足の解消を目的として、本系列の制御車、区2350系2351.2352を制御電動車へ改造しも850系853.854と、 海湾編入する旨、1940年、昭和15年8月に管轄省庁へ認可申請を行った。しかし、実際には、伝送品の入荷遅れから改造に着手することができず、伝送品が入荷した1942年、昭和17年には、計画が変更され、国1350型ではなく本系列と、同時期に落成したも800系。 初代の制御車、国千3 0 0系、初代を、制御電動車へ改造する方針が決定した。新たに申請された書類においては、国三3 5 0系の車体は、一旦が流線系であるがゆえに他社との、連結運用に制約が生じるため運用上、はだしく不便とその理由を挙げ、そのような制約を受けない、運用上便利な他の制御車として、国1300系、初代を、 電動車加改造をすると説明している。以上の経緯によって、区2300系、初代二千三百一点二三零二が、制御電動車も八百三十系三十一8 3 2に改造され、区三百五十系の制御電動車加改造は中止された。上記電動車化計画と前後して、輸送力増強に伴う、長編成運転を目的に、九百四十一年、 昭和16年7月12日付設計変更認可にても8 5 0系、9 2 3 5 0系全車の常用制動装置を従来の J3 導弁を用いる制御管自動空気ブレーキからウェスティングハウスエレクトリック車の原設計に基づく三菱電気製の M3 導弁を用いた元空気ダめ管式自動空気ブレーキに改造した。も850型に採用された。 制動装置は AM-2350 型に採用された。制動装置は悪夢とそれぞれ故障された。また、同時期には太平洋戦争撃化による戦時体制への移行に伴って輸送量が増加したことから混雑緩和のため全車とも固定クロスシートを撤去して車内座席をオールロングシート仕様に改造した。これにより一両あたりの定員に変化が生じたが、 初現状の車両定員は114人で変化はなく、座席定員のみ52人に減少した。その他、車体塗装をマルーンからダークグリーンに改めたほか、国1350型に搭載されたパンタグラフが撤去された。当初はパンタグラフ本体を撤去したのみであったが、後年パンタグラフ台座、配線を含めて完全撤去された。1948年、 昭和23年5月12日に、西武線の河川電圧を直流6 0 0トから直流1 5 0 0トに昇圧する工事が完成し、同年5月16日より金山橋、現金山を境とした運行系統分断を解消して、東西直通運転が必された。本系列も昇圧対応改造を施行し、従来の運用線区であった西線に加えて、 東部線区間にも入線するようになった。同時期には、全東部に、ジャンパ線及び常用ブレーキ間を新設して、他編との並結総括運用を可能としたほか、1952年、昭和27年には本系列の編成中間にも、8 0 0八8 0 7 8 0 8を組み込み、翌1953年、昭和28年にかけて3両編成を蘇生して、運用された。 1961年、昭和36年に、本系列全車を対象二重整備工事と称する、車体修繕工事が施行された。老朽化した、車体各部の補修のほか、主電動機及び制御装置の更新が実施され、主電動機は TDK-528、15km と、制御装置は ES-509 回とそれぞれ型番が変更された。 その他、客用扉下部の内蔵ステップ廃止、客用扉の構成扉化、戸袋窓のエッジゴム固定指示化、固定連結面間の棒連結機化も施行された。1965年、昭和40年5月の定期検査に際して、従来全面膜板部へ施されていた、生図の愛称の由来となった飾り帯塗装が省略された。 同年12月にはも830系831.832を本系列の編成中間に組み込み、再び3両編成化された。これは、同時期にも3300系、2台も910型など、間接非自動制御、HL 制御の旧型車の淘汰が進行した子により、従来道グループが重当された3両編成運用に、共する車両が不足したための措置であった。 中間に組み込まれたも831も832は、運転台、側ワ面の連結機を棒連結機へ交換し、ホロワ及び貫通ホロを新設、貫通編成を蘇生した。1967年、昭和42年2月に、区2350型は3780系の申請に際して、D16 台車を供出するため、 二両とも旧型車の廃車発生品である国鉄正式台車の TR14 台車に換装された。この台車交換に際しては入場中の区2350型に代わる車両としても800系810を充当し、851編成、852編成とも暫定的に全電動車編成を蘇生した時期がある。1969年。 昭和44年にも831も832を編成から外し、本系列は再び2両編成となった。1971年、昭和46年には、廃車となったも800系806.807より、発生した D16 台車屋2350がへえ転用して、大乾燥が実施された。その後、1974年、 昭和49年から1976年、昭和51年にかけて、全面ワイパーの自動化、客室部車内灯の蛍光灯化、全小灯のシールドビームに灯化が順次施行された。車体塗装については長らく、ロングシート使用者の標準塗装であった、ダークグリーン1色塗りであったが、1970年代後半までに851編成、852編成とも、 スカーレット1色塗りに変更された。6000系など新型車両の導入に伴うエール車の代替進行によって、1979年、昭和54年11月30日付で852、編成が廃車となった。同編成は、廃車後解体処分を免れ、翌1980年、昭和55年4月に開園した南千下ビーチランドにおいて、 電車レストラン、パノラマビュッフェとして活用された。一方、残存した851編成については、1981年、昭和56年9月にも851区2351とも、台車を7300系の台車申請に伴って、発生した D18 台車に換装し、その他3880系の廃車発生品を、 流用して、車内線機が新設された。また、1984年、昭和59年以降は、3400系に、連結対応工事が施行されたことにより、本系列との流線系車両同士の編成を、蘇生して運用される機会も生じた。1987年、昭和62年3月の国鉄分割民営化で、発足した東海旅客鉄道、JR 東海は、 ダイヤ改正ごとに、東海道本線の輸送力増強及び、利便性向上を図り、並行する名古屋本線を保有する名鉄にとって、脅威となりつつあった。そのため、名鉄側も、対抗手段として1987年、昭和62年から1989年、平成元年にかけて6 5 0 0系、6 8 0 0系など、新型車両を知るべして、 サービス向上を図り、結果年出された AL 車、HL 車などを旧型車両の大量淘汰が同時期に実施された。851編成についても代替対象となり、1988年、昭和63年8月15日付で除籍され、本系列は全廃となった。851編成は、 側面車板表記の1の文字盤を3400系も3403区2403のも3401区2401ともに2台への改板に際して供出し、その後解体処分された。また前日した南地田ビーチランドにおいて、生体保存された852編成についても、保存場所が海に近かったことから塩害による車体の腐食が進行したため、 他の保存車両と共に1992年、平成4年12月に解体処分された。したがって、本系列に属する4両はいずれも現存しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。